どうも、かわちゃんです。ということで今日はスイカの肥料過多の見分け方とその対策方法について説明していきたいと思います。僕ん家の今のスイカの状況は植えるのが遅かったのでまだまだ小さいです。まあ後で見てもらうんですけど、まだ摘心作業もしていないです。で、皆さんの場合だと植え付けを早くやっていると思うので花が咲いて受粉の時期となっていると思います。また株の方もより大きく成長しているかと思います。この時の肥料過多の傾向としてでは雄花雌花がなかなか咲かないことだったりします。そんな肥料過多の時に注意してほしい対策を詳しく説明しているのでぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。9月までにチャンネル登録5万人目指しているのでまだしていない方はぜひチャンネル登録お願いします。現在のスイカの状況です。多分これが一番大きく育っていて、葉っぱが1,2,3,4,5,6 枚目、7枚目の葉っぱができようとしているので、まあ、これは摘心作業してもいいんですけど今日は雨なのでしないです。で、ここからこの子づるっていうのが今出てきそうになってるんですけど、本線、スイカの本線と葉っぱの間から、まあ、このくるくるみたいなつるが出てると思うんですけど、ここから脇芽がどんどん伸びてきます。なのでこれを子づるって言うんですけど、この子づるを伸ばしていく作業がこれから僕の畑ではやっていくので、こう摘心して、子づる栽培、子づるを伸ばしていく栽培に切り替えますっていうので、まあ、僕の畑ではこんな感じですね。それではスイカの肥料過多の兆候を詳しく説明していきます。この兆候の中に誰にでも簡単に見分ける方法があります。それは成長点が上を向いているということです。通常スイカの芽っていうのは地面とこの平行に伸びていくと思うんですけど、肥料過多の場合は平行ではなくてこの芽が上にのけぞって成長するようになります。この雨が降って晴れがしばらく続いたりすると気温も高くなってスイカの根の張りが良くなります。この根張りが良くなることによってスイカがより多くの栄養を吸収できるようになります。この根が伸びた先に肥料が多い場所があるとその栄養を全て吸ってしまうので結果的に肥料過多になってしまいます。で、先ほど何回も言いますが、通常の場合だとこのように地面と平行で伸びるんですけど、これが肥料過多、根が張って栄養を多く吸える状態になってしまうと、たまにこの写真のように根っこが上を向いてしまいます。他にも葉がごわついてしまったり、木がすごく太くなって若干つるぼけのようになったりもします。あと分かりやすい症状で言うと、オープニングでも話した通り雌花と雄花がつかなくなります。こうなると受粉がうまくいかない可能性があって実がうまくつきません。最悪の場合全然取れない可能性もあるので気をつけるようにしましょう。あとは害虫被害にも遭いやすくなるので肥料過多が出た時には対策が必要になってきます。それでは肥料過多が出た時の対策を2つ紹介していきます。1つ目が害虫対策、2つ目が着火した実を残すです。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の害虫対策です。梅雨に入るこの時期なんですけど、肥料過多に関係なくアブラムシの発生に注意が必要です。特に肥料過多の症状が出てしまっている方はアブラムシの発生には注意してください。見つけたらすぐに撃退するようにしましょう。で、特に発生が多いのが株元の葉っぱになってきます。太陽が当たる表面は綺麗なんですけど、その葉っぱをひっくり返して裏側を見るとびっちりとついてることがあります。なので軽く上から見るだけではなくて、しっかりと葉の裏にもアブラムシがいないかチェックするようにしましょう。なぜ肥料過多の時に害虫が寄ってきてしまうかというと、抵抗力が弱っているからです。
まあ、アブラムシが発生したら手で潰したりハケとかで切ってあげたり、あとは農薬を散布したり、有機栽培で育てている方は油石鹸水などをかけてあげるようにしましょう。で、農薬とか油石鹸水をかける場合はまんべんなくかけるようにしましょう。葉の裏側にもしっかりとかけるのを忘れないでください。6月中旬ぐらいまでは大量発生が起こると思うので気をつけるようにしましょう。2つ目が着火した実を残すです。肥料過多の症状が出ていない方は15から20節目の着火する実を残すようにしましょう。スイカはこの間にできる実が一番美味しいと言われています。ということで15から20節目にできる実を残すのが一番のベストなんですけど、肥料過多になった場合はこの状況が変わってきます。雄花と雌花がつきにくくなっているので、15から20節目で実を作ろうとして待ってしまうと逆に着火せずにスイカが取れないなんてことも起こってきます。肥料過多の症状が出ている方で根元付近に実が着火している場合はそれを摘果しないで残すようにしましょう。実を大きくするタイミングでどんどんと肥料を使うので肥料過多の症状も収まってくると思います。この実を残すことによって15から20節目で着火しないなんて場合が起きないので、スイカがしっかりと食べれるようになります。肥料過多の症状に当てはまっていたらこのようにして対策してみてください。肥料過多の一番の対策は2つ目で言った通りで実をつけることです。そうすることでスイカの栄養が実にたくさんいくようになるので自然と解消できるようになります。ぜひ皆さん美味しいスイカを食べるためにもやってみるようにしましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。